おはようございます。赤尾です。本日は朝の目覚めよう怖い話186をお送りいたします。では、早速。朝怖書いてはいけないのかもしれないが、正直一人で背負ってられない。背負わないようにはしているが。5年くらい前の話だ。当時付き合っていた彼女が御朱印集めにハマっていて、デートでは神社に行くことが多かったんだ。俺は興味はなかったが付き合いで一緒に御朱印を集めてた。その時も御朱印目当てに少し遠出して、一泊してその周辺の神社を回ってた。その中の一つの話。神社の名前は言えないが、御朱印のデザインに人気があるところで、ネットで検索すると出てきていたくらいの知名度はある神社だ。今は出てこないが、その時はその神社でお参りをして社務所で目当ての御朱印をもらったんだが、その近くにおみくじがあったんだ。よくあるお金を入れて紙を引くタイプではなくて、木の筒を振ると番号が書かれた木の棒、竹だったかも、が出てきて、それを中の人に渡すと後ろの同じ番号の引き出しから紙を取って渡してくれるやつね。珍しいなと思って彼女と二人でやったんだ。筒がすごい歴史を感じるくらい気が締まってテカテカになっていて、なんか趣のある筒だった。まず彼女が引いて、番号は忘れたが係の人、巫女の服装だったが本当に巫女かはわからん、に渡すと、後ろの同じ番号の引き出しから紙を取って渡してくれた。大吉とか中吉とかは書いてなくて、項目ごとに色々書いてあった。特に面白みもなく全体的に当たり障りのない内容だったと思う。大吉とか書かれているなら中吉レベルと思ってくれ。次に俺がやったんだが、出てきた番号がすごいでかい番号で、2800番台の数字だった。もちろん漢数字だ。こんなに種類があるんだ、すごいなと思いながら巫女さんに渡したら、巫女さんも。え?みたいな感じで首をかしげる。確かに俺の場所から見える後ろの引き出しも20個くらいしか見えない。そもそも筒の中に2000本も入らんと思う。隣の巫女さんにも見せていたが首を振っている。巫女さんに、少し待ってくれと言われ、少し離れた場所にいた中年の恰幅のいい宮司みたいな人のところにその棒を持って行った。そしたらその人が慌てた感じになり巫女さんと話しているのが見えて、巫女さんが俺の方を指さすとものすごい見開いた目で俺を見て、また巫女さんと少し話して宮司はどこかに行ってしまった。巫女さんだけ戻ってくると、巫女さんも訳がわからない感じだったが。こちらで少しお待ちください。と言われ、社務所の中に通されて椅子を勧められたので彼女と座った。わけがわからず彼女となんだろうねと話していたら、巫女さんがお茶を出してくれた時にここで待たされる理由を聞いてみたが、わからないとのことだった。しばらくしてから、マジで2時間くらい待たされて彼女も俺も不機嫌になってた、60歳くらいの神主みたいな人が現れて理由も言わずに。今日のことは忘れてほしい。と言われた。ここで切れた。ふざけんなと。それを言うために2時間も待たせたのかと。だったらその場で言えよって感じで文句を言った。彼女には止められたが、せっかくの小旅行がこのせいで予定が狂い腹の虫が収まらん。せめて理由くらい教えろと詰め寄った。神主らしき人はかなり困った表情だったが、すべては話せないこと、ここのことは他言しないことを条件に話してくれた。要約すると、俺が引いたおみくじは引いてはならないおみくじ、引けないはずのおみくじであり、書かれた番号に紐づくものはあるのだが、それはあるものを封じてるもので、おみくじの形を成しているが、引けないことで封印の役目をするらしい。正直聞いてもよくわからなかった。そこで引っかかったのが、引いてはならないはわかったが引けないはずがわからん。俺引いたし。聞くと神主らしき人は首を振り巫女さんにおみくじの筒を持ってこさせた。引いたくじと筒を渡され、入れてみなさい。と言われたので出てきた場所から入れようとしたが入らない。くじ側の方が幅が広かったんだ。斜めにしたり色々やったがどうやっても入らない。さすがに寒気がした。絶対俺このくじ引いたし、引く時も無理やり引っこ抜いたとかではなく普通に出てきた。彼女を見ると彼女も青ざめていた。神主らしき人からは、見た通り引くことはできないはずなんだ。と。このおみくじが作られて、このくじが中に入れられ封じられて以降は、くじは小さい穴からしか出し入れできずにこのくじが出てきたことはない。神主らしき人も実物を見たのは初めてだとも言っていた。彼女がいた手前、苦笑い程度で済ませたが頭はパニックだ。封じられていたものは何で、封印はどうなってしまったのか聞いたが、それは答えてもらえなかった。
一番気になった封印を解いてしまった俺は大丈夫なのか聞いたが、それにはただ、帰る前に払います。とだけ言われ、大丈夫ともダメとも言われなかった。お払いは拝殿。で本殿側を向いて、背中側で何かを唱えながら木の枝や冊子みたいなもので軽く叩かれながら、30分程度で終わった。帰り道は彼女とも無言になり、翌日以降は普通に振る舞ったが、互いに意識してこの件に触れることはなくなった。しかし、結局その後半年くらいで彼女とは別れた。理由はこの件が原因といえばそうだが、お互いこのことに触れないように気を使いながら話すのが疲れたからだ。あれから1年くらいがした翌年、やっぱり気になって仕方ないのでもう一度一人でその神社に行った。昨年は人気の御朱印効果もあってか賑わっていたのに今は閑散としていた。社務所も閉まっていて誰かいる気配がない。不気味だったが、ちょうどお参りに来ていたおじいさんに何か聞けるかと、御朱印をもらいに来た観光客を装って、御朱印はどこでもらえますか?と話しかけてみた。そしたら、御朱印、ああ、あれか。あれはもうやっとらんよ。神主も宮司もおらんようになってしまったからね。と言われた。俺が驚いていると、おじいさんは少し話をしてくれた。一年くらい前、聞いた感じ俺がくじを引いた件のすぐ後くらいと思われる、に、近くに住んでいる神主が一家全員で失踪してしまったらしい。事件というより家財道具もなかったらしいので、夜逃げレベルの引っ越しだったようだ。その後しばらくは宮司が神社を切り盛りしていたが、2ヶ月くらいして、社務所の人たちにこの地から引っ越した方がいいと言って、宮司も来なくなってしまったそうだ。宮司も引っ越したらしい。御朱印をかける人がいなくなり、宮司もいなくて社務所も開けてられなくなってしまって、今の状態になってしまったそうだ。おじいさんの娘が社務所にいたらしい。一応、離れたところの別の神社の神主がここも兼務しているらしいが、ほとんど来ないらしい。御朱印は昔のものとは違うが、そこでもらえることも教えてもらったが、どうでもよかった。おじいさんは、嫌だね。この神社はこの辺りの鎮守様なのに。最近は葬式もやたら遠くてね。私の友人もこの1年で3人も死んでしまった。まあ、みんないい年だったけどね。と冗談っぽく笑いながら言うとそのまま帰っていった。おじいさんは確かにかなりの高齢ではありそうだった。おじいさんの背中を見送った後、俺も神社を出た。話を聞いた後のせいだと思うが、この街の空気が重いように感じた。あの件は関係ない。関係あったとしても俺のせいではない。俺はくじを引いただけだ。俺はそう信じてる。不思議な話。神社はそういう定めだったとしか思えないけれど。よくわからんが、封印した棒が入ってるおみくじの筒と入ってない筒を用意して、入ってる方は使わなければよかっただけでは?てか、棒が出てきたから封印が解けるというのが意味わからん。おみくじは何の役目?物理的に引けないおみくじを作って、このおみくじが引かれるようなことがあれば、ここから出られるよと、物に注意を向けさせるというのはうまい方法だなと思った。勝てなければ、というか丸せなければ、とりあえず閉じ込めるしかないし、閉じ込めた人に恨みが向かないようにするにはちょっとした希望を持たせて注意をそらせばいい。神主か宮司がやったというより、呪詛師がやるような方法のように感じる。神社があったのはおみくじを引かせる人を呼ぶためだけで、実のところ地域の守り神でも何でもなかっただろうね。なんかの相性でスルッと引けちゃったんだろうね。わかる。夢枕陰陽師の生命がやりそうな手段というか、箱に棒が入ってるタイプのおみくじって、端みたいな形状か棒の先に留め具がついた棒を、細い方を出口に向けて入れてるじゃん。あの棒を見せて、ほらこれがこうしてこの口から出てきたらお前も自由になれるぞって約束して、入れる時にこっそり上下を反転させたのかな?とかいろいろ想像した。おみくじとして引かれた時にだけ解放されると言い聞かせて思い込ませれば、ただの箱の故障や棒の故障で九段のおみくじ棒が出たとしても、解放は無効とすることができるのでは。自分は呪術廻戦みたいだなと思った。縛り、ルールを作ってそれによる呪いの情報を開示すると、思い込みの力でさらに呪いの効果が強くなる的な。おみくじに隠された縛りは、何も知らない人間に引かせた方が安全なはずだったんだろうけど、この人は祖先かなんかどこかで因果があったのかもね。引けないことが封印で引けたら出れるよ説が本当だったとすると、その後これは引くことができないはずって言っちゃったから、封印されてたものが騙していたのかって怒っちゃったのかもしれない。
位置は、ヘッコマン、犬神信仰。これは私がまだ小学生の頃の話だ。当時私は四国のとある県に住んでいた。私の住んでいた団地の近所に、ヘッコマンと呼ばれている地元で有名なおっさんがいた。なぜヘッコマンなのかはわからないが、私の何世代も上の先輩たちが面白がって名付けたそうだ。ヘッコマンは単刀直入に言うといわゆる気違いだった。子供や猫を包丁で切りつけたとか、近所のおばあちゃんをカッターで切りつけたとか、スーパーで万引きしたとか、そんな噂がごまんとあった。私自身何度かナタを持って追いかけられたことがある。田舎で閉鎖的な村だったため警察沙汰にもならなかった。ある夏休み、私も年齢相応にやんちゃだったため、友達何人かと一緒にヘッコマンにいたずらしようということになった。友達もノリノリで面白がっていたため、夏休みの高揚感も相まり、ヘッコマンの家に度胸試しに行くことになった。そして当日、私を含めて3人、仮に A、B とする、集まった。A はエアガンや木刀なんかを持ってきていた。A が言うには、ヘッコマンは何するかわからないから、念のためだ。だそうだ。時刻は昼間、まだ日が高い位置にあり、心霊的な恐怖はないと思っていたが、ヘッコマンの家に着くと雰囲気は一変した。昭和の初め頃に建てられたであろうその家は、リフォームもせず2階の屋根は一部老朽化により崩れており、部屋が雨ざらしになっていた。もともと気が弱く乗り気ではなかった B は、もう帰った方がよくね？と早々に根を上げていた。そんな B をよそに私と A は、B を弱虫扱いし玄関に入った。鍵は開いており、中はやけに広く物が散乱し、湿っぽい鍵の匂いがした。玄関の正面右手側に2階へと続く階段があったが荷物が重ねられており、上は登れなかった。仕方なく1階を散策しようということになり私たちは奥に進んだ。足の踏み場もない廊下を先に進むと、仏間のような場所があった。しかし仏壇のあるべき場所には小学生が粘土で作ったような、大きめの気味の悪い神棚のような、簡易的な神殿のようなものがあった。そしてその神棚の前にヘッコマンは正座していた。私たちは人の気配もなかった家の中に突然ヘッコマンが現れて、うわっと悲鳴を上げてしまった。しかしヘッコマンは普通の拝み方とは少し違う、違和感のある手の合わせ方、裏拍手をしているような、押して、ずっと神棚に祈っていた。神棚をよく見ると、猿の干からびた頭部のようなものが備えてあった。いよいよ逃げ出そうかと思っていた矢先、A がエアガンでヘッコマンを撃った。弾はヘッコマンの後頭部にパチンと当たり、私たちに背を向けて祈っていたヘッコマンは、こちらをゆっくりと見た。その瞬間全身に鳥肌が立ち、声にならないヒュッという小さい悲鳴が喉から漏れた。ヘッコマンの両目がなかったのだ。そしてこちらを見て見た後笑うと、犬のような四つん這いの格好になり、こう言った。次はお前だ。足がすくんでいる私と B は A に引っ張られるようにして逃げた。その後はなんとか家に帰って、A と B そして私の両親にこっぴどく叱られた。私たちは一人ずつことの顛末を聞かれ、洗いざらい話した。ヘッコマンの目がなかったことも笑われると思ったが話した。すると親たちの顔色が変わった。そして私の両親に、目は本当に見てないんだな。と聞かれ、私と B はコクコクとうなずいた。両親はほっとしたような顔をしていたが、次の A の言葉に再び表情を曇らせた。A は、人の目と犬を見た。と言った。A の母親は泣き崩れ、A の父親から私と B はぶん殴られた。その後 A の家にお坊さんが来て、私と B と家族たちは家に帰された。私は何が何だかわからず、父に聞いてもただ、帰るぞ。というだけで、何も答えてくれなかった。あの騒動から一週間ほど後にヘッコマンは亡くなった。遠い親戚が簡単な直葬のみを行ったそうだ。それから A の一家は引っ越してしまい、その後消息を絶った。あの一件を B とも疎遠になってしまい、この話は話していない。私は今年で二十歳になる。先月久々に実家に帰った。この話は家族内でもタブー視されており話す機会がなかったが、父にあの時のことを尋ねてみた。A 一家はどうなったのか、ヘッコマンとは何だったのか。父は、もう二十歳だしお前は知る権利があるな。と言い教えてくれた。私の住んでいた地域は四国でもかつて犬神信仰が盛んな地域だった。犬神とは要するに犬の怨念を祭り上げることにより神格化し、一家に繁栄をもたらすというものだ。この時聞いた犬神の作り方はあまりにも残忍であったため割愛させてもらう。ヘッコマンはそんな犬神信仰をしていた一家の末裔なのだそうだ。
犬神は叱るべき祭り方をしている間は一族へ繁栄をもたらすが、それが途絶えた時、今までの繁栄の裏返しのように触るのだそうだ。要するに残酷な方法で作られた恨みを、そのまま子孫へと向かわせるのだ。ヘッコマンは犬神の触りにあっていた。何をしても大ごとにならず、警察も動かなかったのは、この地方に犬神の触りの恐ろしさが未だ根強く残っているためだそうだ。よく思い出せば、当時両親や学校の先生に、ヘッコマンには関わるなと強く言われていた。みんななるべく関わらないように努めていたのはそのためだったのだ。そしてあの時映画見たのは、ヘッコマンの後ろにいた黒い犬だそうだ。犬は目玉が人間のような目をしており、ギョロギョロとこちらを見ていたらしい。あの目を見てしまうともうダメらしい。A の家に来たお坊さんも何とかしようとしたが、お坊さん自身重篤な病に侵され、今も寝たきりだという。A はそれに向けてエアガンを撃ったのだ。A は家族と共に四国を離れた後、精神病院に入ったらしい。そこでしばらくして憤死してしまったそうだ。その後すぐに後を追うように A の両親も心中した。A の病室には黒い犬の置物があり、両親の家にも犬の人形や置物が山ほどあったらしい。父は、A 君に感謝し、全部持って行ってくれたんや。と言った。エアガンを撃ったことで犬神の標的が A になったため、私と B は助かったのだそうだ。私は A の十字架を一生背負って生きていくつもりだ。最後になぜ、ヘッコマンなのか。ヘッコマンは生前何度も犬神を作ろうとして失敗していたらしい。その時失敗した犬がヘッチョ向いていた、四国の方言で明後日の方向を意味することからなまって、ヘッチョマン、ヘッコマンとなったらしい。詳しいことは犬神の作り方と関係しているため、多少ぼかしを入れている。第2話、左な。ユミちゃん、って、つなご？うん。差し出した手を取ると、ネネは上機嫌に繋いだ手を振り始めた。二人で田んぼに挟まれた道を歩く。ネネの手はひんやりとして乾いていた。人と手をつなぐとき、握りやすい方と握りにくい方があることを、経験上ユミは知っていた。ユミがお母さんと手をつなぐとき、お母さんはいつもユミに握りやすくしてくれる。ネネと手をつなぐときはいつも握りにくい方だったのだが、このときは違っていた。握手するように自然に握れる。少し不思議に思ったが、ユミの手をおもちゃのようにブンブン振るネネを見ると、いつも通りのネネちゃんだ。と笑みがこぼれた。どうしたん？いや、なんでも。まだ明るいなぁ、もう6時やのに。夏やもん。夏休みやもん。ネネがリズムよく口ずさむので、弓は重ねて言ってみる。キリンレモン。ネネはカラカラと笑った。昨日から夏休みに入った。待ちに待った夏休み。でも昨日は、家でうんざりするほど多い宿題をしているうちに1日が終わってしまった。ネネが遊びに来なかったからだ。田舎の小学校でもともと遊び相手が少ない上に、ユミとネネは小さい頃から仲が良かった。特に約束なんてしていなくても来ると思っていたが、何か用事があったのか、そわそわしているうちに暗くなってしまった。ユミの方から誘いに行っても良かったのだが、ネネから誘われなければ、宿題を放り出す言い訳がなかった。夏といえば、口にしてみたものの、その先があるわけではない。夏といえば、聞き返されてから考える。キリンレモン。そうかな？何が面白いのか二人してケラケラ笑う。橋が転がっても面白いお年頃、そんなことをユミの母が言っていた。夏といえば。今度はネネが言う。夏といえば？階段。おお、確かに。と同意しながら、ちらりとネネを見る。ひょっとして昨日遊びに来なかったのは、そのせいか？では、ここで一つ階段を。握り拳を口元に持ってきて、ネネがわざとらしく。5本。と言った。なるほど。ネネは昨日階段にはまっていたのだ、とユミは想像した。きっと、三つ年上のお兄さんの影響だろう。そして、怖い話をユミに聞かせようと覚えてきた。今日一日、どのタイミングで切り出そうかと気を伺っていたに違いない。そういえば思い当たる瞬間がないでもなかった。ユミは思わず緩んだ方を隠すように田んぼに顔を向けた。左なっていうお化けの話なんやけど、知ってる？左な？ユミはまだネネの方を向くことができない。そう。ひらがな4文字で左な。どうにか普通の顔に戻って、ネネを見て首を振る。聞いたことない。答えるとネネはにやりと笑う。左なはね、田んぼがたくさんある田舎に出るお化けなんやって。そう、
ちょうどこの辺りみたいな。ふーん、どんなお化けなん？左縄な、人そっくりやの。それで人の中に紛れ込んで悪さするんやって。ネネは繋いでない方の手を顔の横でワキワキさせた。それ、ただの悪い人ちゃうん。ちゃうって。だってお化けなんやで。ご飯も食べへんし、眠らんし、怪我もしひん。ふーん、なんか便利そう。弓の冷めた反応に、ネネは手をがっくりと落とした。実際、ネネの話は期待していたほど怖くなかった。人にそっくりで、悪さをするお化け。あまりピンとこない。それに、お化けには人の心がないからな。けれど、ネネがいじけたように付け足したその言葉は、弓にはとても怖く感じられた。急に寒気がして、ネネと繋いだ手を確かめるようにぐっと握る。ネネが不思議そうに弓の顔を覗く。弓は知らんぷりしながら続きを促した。それで？そのお化けは、何をすんの？あ、うん。それでな、ここからが怖いねんけど。それを言ったら怖くなくなっちゃうやん。と呆れ気味に弓は思った。その直後にここからの話を昨日、彼女の兄から聞いて怖がったであろうネネの姿を想像した。左名が左名やって気づいた人は、みんな左名になっちゃうんやって。仲間を増やすってこと？そうそう。しかもな、左名がお化けやって、左名やって気づいた時には、もうどうすることもできひんねん。その時には人間じゃなくなってるから。気づいた時には、もう遅い。弓は心の中でつぶやいてみた。それは、確かに怖いかも。弓が認めると、ネネの顔がパッと明るくなる。そうやろ。でも、どうやって気づくん？左名は、人そっくりなんやろ？ああ、うん。左名は、人とそっくりやけどな、右腕しかないねんて。片腕なん。でも、それやったら普通に片腕の人と区別つかへんやん。そうじゃなくて、右腕が、2本あんねん。ぞくり。弓の背筋がひやりとした。当たり前のように話すネネの声が、余計に怖くさせている。右腕が、2本。そ。左腕のある場所に、右腕が生えてんの。左な。左腕がないから、左な。気持ち悪。怖いやろ？弓は怖かった。この日はお母さんの布団に入れてもらわないと寝られないかもしれない。満足げなネネに弓は何か言い返したくなった。でも、その話おかしいやん。え？どこがおかしいん？だって、左なに気づいた人はみんな左なになるんやろ？せやったら、誰も左なのこと知ってる人はおらんことになるやん。ネネは首をかしげている。弓が言っていることが理解できないのだ。だから、もし本当に左名がおるんやったら、それを知った人はみんな左名になってるはずやってこと。ネネちゃんが知ってるって時点で、左名は作り話やんか。ああ、そういうこと。ネネはにっこり笑って言った。それはちゃうよ、弓ちゃん。弓は首をかしげた。階段に水を差す無粋なやり方ではあるが、弓は間違ったことは言っていない。ネネが拗ねることはあっても、真っ向から否定されるとは思わなかった。なんで？だって。ネネは弓と繋いでいる手を胸の高さまで上げた。二人の手が握手するように握り合っている。右手と左手で手を繋いでも、こうはならんのんよ。第3話、線状降水帯と友人。皆さんは線状降水帯をご存知だろうか？最近はニュースなどでも盛んに報道されるようになり、聞いたことがある方は少なくないだろう。簡単に説明すると、線状降水帯とは次々と発生する積乱雲が列をなし、同じ場所を通過、停滞することで、線状に伸びた地域に大雨を降らせるというものだ。ここからが私の話だ。地域は特定防止のため伏せるが、私の住んでいる地域は線状降水帯の影響で大規模な水害にあった。これはその時被災地で出会ったお坊さんから聞いた話である。私は被災後、災害ボランティアとして瓦礫の片付けなんかを行っていた。ひどい水害で何人も亡くなったのだが、その時一緒にボランティア活動をしたのがこの話を教えてくれたお坊さんである。最初は、お坊さんがボランティアとはさぞ高層なのだろうと、話しかけるのも恐れ多かったが、話してみると案外気さくなお坊さんで、2、3日もすればあっという間に打ち解けた。夏の暑い時期だったこともあり、二人で汗だくになりながら作業した。私は、ビールでも飲みながら作業したいですよ、とお坊さんに冗談交じりで話してみたが、お坊さんも案外乗り気に。なら今日の夜、作業を一杯やりますか。
っていうもんで、二人で私のアパートで飲むことになった。そして夕刻、簡単な食べ物とつまみと酒を買って二人でアパートに向かった。お坊さんは、早く飲みてえな。なんて言うから、内心とんだ生臭坊主だな、と思ったが、口には出さないでおいた。二人とも30代前半ということもあって、地元の同世代の話で盛り上がった。だいぶ酒が回った頃、ヘベレケになったことで突っ込んだ話を聞いてしまった。お坊さんがボランティアってのはやっぱり修行の一環なの？と今思えば少し失礼なことを言ってしまった。裏腹にお坊さんはヘラヘラと笑いながら答えてくれた。いやーそれもあるけどね。水害の後は土地が荒れるんだよ。良くないものが雨嵐に乗って、よその土地からやってくんの。私はその汚れを清めて回ってるんだけど、ただお経を唱えて回っても罰が悪いから、ついでにボランティアもやってんだよ。え、汚れ？お坊さんってやっぱそういうの見えるの？続けざまにまたぶしつけな質問をする私に、お坊さんは優しく答えてくれた。全員ってわけじゃない。俺は子供の頃からそういうのに敏感で、寺に入った頃は生きてる人間とそうでない人間の区別もできなかった。今は修行して、ある程度見分けられるようになったけど。とあまりにも非日常なことを淡々と語った。幽霊なんて生まれてこの方一度も見たことない私は、こういう世界って本当にあるんだなぁと思った。見たことはないが、昔から某オーラの丸や怪奇心霊丸ヒファイル魔界戦丸、アマルビリーバボーの心霊特集なんかが大好きだった私は胸が高鳴り。その汚れっていうのは、やっぱり幽霊や悪霊みたいなやつなの？と聞いてみた。いや、違う。怪訝な顔でお坊さんは続けた。線状降水帯って知ってるだろ？今回の水害みたいな大雨の原因なんだけど、これを起こしてるのは友人なんだ。突飛な回答に面食らった。え、友人？ってことは神様がこんな大雨を起こしてるの？なんで？神様は必ずしも人間の味方ってわけでも敵ってわけでもない。友人は特にこの世界のシステム、断りに近い存在で、台風や津波なんかを起こしてる。人間の力で同行できる次元の話ではないから、こればっかりはどうしようもない。まあ、自然の摂理ってことか。じゃあその汚れっていうのは何？この友人の引き起こす大雨や嵐は、霊的世界においても、そのあまりに強大すぎる力のせいで悪いものも近づけないんだ。じゃあいいことなの？そうとも限らない。嵐には近づけないが、悪いものはその嵐の通り道から入ってくる。そして被災地のような混沌とした場所でさらに力を強めていく。そうなると手に負えなくなり、土地自体が居道になってしまう。だからそうなる前に浄化して回ってるんだ。ふむふむ、なるほど。じゃあ、さっきその汚れは幽霊や悪霊じゃないって言ったけど、何なの？一般的には悪霊って言い方が近いんだろうけど、見える私たちからしたらそんな生優しい呼び方はできない。悪霊って貞子みたいなの想像するだろ？まあ、この恨みはらさで置くべきか、みたいな貞子みたいな女の霊を想像するな。そんな人の形を保ってるやつなんかはまだ可愛いもんだ。生前恨みを持って怨念を残して亡くなった人の魂は上に上がれず、何十年、下手したら何百年と現世に留まるんだ。そうするうちに最初は人の形だった魂に、現世に残る怨念や思念、他の同じような境遇の魂がくっついちゃって、人の形を保てなくなる。まあ妖怪に近い存在になっちゃうんだよ。ゾッとした。そう語るお坊さんの目がとても冷たく見えた。ああなってしまうともう救えないんだ。何年もかけて怨念や恨みが静まるのを待つしかない。それってどんな姿なの？聞かない方がいい。私たちはそれを汚れって呼ぶんだ。見える人にはわかると思うが、心霊スポットや自丸の名所には、そういう類のものがわんさかいる。だから心霊スポットや大きな事故があった場所には安易に近づいちゃいけない。簡単に引っ張られるからね。そういった救えない汚れになる前に浄化するため、ボランティアに扮してお坊さんが回っていたのだそうだ。以上被災地でお坊さんに聞いた興味深い話でした。長文多文失礼しました。12年前のこの時期くらいに起こった怖い話書いてく。結構長いから暇なやつだけ読んでってくれ。出てくる人、俺、妹、寺木、東。俺は小学生の頃長野に住んでて、山が近くにいっぱいあったから、よく山で友人の東と寺木と俺の3人でかくれんぼしたり鬼ごっこしたりして遊んでた。雪が降り始めると両親は山は危ないからって山には行かせてくれなかったけど、
寺木や東の家でゲームしたりお泊まりしたりして遊んでた。本当にいい奴らだった。夏くらいになるとよく川に行った。その日は俺と寺木が釣りをして遊んでて、遅れてきた東が秘密基地になりそうな場所見つけたって言ってきた。そん時の俺たちは秘密基地って言葉に弱かったのもあって、東について行った。30分くらい歩いたと思う。途中で獣道になって持参した殺虫剤を掛け合って遊んでた記憶がある。悪ふざけしたり恋話したりして歩いてたら少し開けた場所に出た。そこにはボロい小屋があった。恐る恐る中に入ってみると、蜘蛛の巣が張ってたりして汚かった。多分10年以上放置されてると思う。アズマが、ここをきれいに掃除して秘密基地にしよう。って言い出した。俺も寺木も賛成して3人で川の水汲んできて雑巾で拭いたりした。俺が柱を掃除すると、山太郎、文江、三次郎、ほにゃららを、って成長記録みたいなのが掘ってあった。身長的に山太郎が父で文江が母親だと思う。多分三次郎がお兄ちゃんで、ほにゃららごが弟だと思う。ほにゃららごのほにゃららは画数が多くて読めなかった。掃除してくと結構綺麗になって秘密基地にした。看板を立てたりして結構張り切ってた。それから俺たちは小屋に集まるようになった。お菓子持って行ったり、みんなでお金出し合って買ったハンモックつけたりして、結構凝ってる作りになった。小学生の頃の俺たちには理想の秘密基地で、両親にも口外しなかった。もちろん他の友達にも、口外したらお菓子おごりとかいうルールもあって、誰一人破ろうとしなかった。月日が流れて気づいたら中3になってた。寺木は170センチ超えで東は体格が良くなってた。俺と寺木は剣道部、東は野球部に入ってた。部活とクラスがバラバラになって、俺と寺木は学校でも話すけど、東とはあまり話さなくなった。だけど部活終わりや休日に小屋に集まって仲良く遊んでた。俺たちは体格や身長がすごく変わったが、小屋だけは全然変わってなくて小学生の頃のままだった。まるで時間がここだけ止まってるみたいだった。あえて変わったところを挙げるなら、何も置いてなかった本棚にジョジョの奇妙な冒険が並んでることくらいだ。多分流浪に献身もあったと思う。よくジョジョネタで盛り上がってた記憶がある。ある初冬の日、小屋で。もうすぐ小屋に来られなくなるねー。とか話してた。上で書いたみたいに冬は親が山への立ち入りを禁止するからだ。このルールは三人の家共通だった。相変わらず俺と寺木がジョジョ見ながらお菓子食ってると東が。冬ここで集まらね？って提案してきた。もちろん行きたいが両親が反対するし、何より寺木のお袋はシングルマザーだ。女で一つで寺木をここまで育ててきた。寺木のお袋も心配する。俺はやめとこって言ったけど寺木が。いいね、集まろうぜ。って賛成した。驚いて理由を聞くと、寺木は過保護なお袋をうざがってたんだと。そういう時期だし俺も親に反抗して大喧嘩になったことは多々あった。さっきも言ったが寺木のお袋は過保護で、常に寺木の財布や携帯の中を確認されるのは俺と東は知ってたし、真面目な寺木も無理はない。それが理由なのか、寺木は愛知の用がある高校を志望していた。東と寺木が賛成したのもあって俺も行くことにした。正直俺も親と不仲だったのもあって少し反抗したくなったんだと思う。三人が賛成したことで、残りはどうやって親を出し抜いて小屋に向かうかだった。そこで寺木は提案してきた。寺木は俺たちの中で一番頭が良かった。寺木は、俺はお袋に一の家に泊まりに行く。東は俺の家に泊まりに行く。一は東の家に泊まりに行くって言えばいい。って言った。ややこしくなるので、これから友達が言うときは俺のことを一にします。俺と東は賛成してそれを実行した。冬の時期にお泊まりに行くのは毎年の恒例だし、そこまで親も気にせず。楽しんでらっしゃい。って言って普通に許可してくれた。この時仲間と夜冬に小屋に行ったことを悔やんでも悔やみきれない。行かなければよかったと毎年この季節が来るたびに思います。当日、俺と東、寺木は近くの公園に集合して山に向かいました。北海道とお菓子、懐中電灯と渓流釣りしに行く時に使うアウトドアナイフをリュックに入れて山道を歩きました。夜で暗いのと寒いのが相まって、いつもは30分でたどり着けるはずが1時間近くかけて小屋にたどり着きました。みんな不安と好奇心で胸がいっぱいだったと思います。小屋に入ると持ってきた懐中電灯、ランプ型、お部屋の四隅と真ん中に置いて明かりを確保しました。冬の夜、山の小屋の壁は薄っぺらいのでものすごく寒い。みんな急いで寝袋を出して中に回廊を割ったけ入れました。
寝袋に入りながら修学旅行の夜みたいに恋バナをしました。途中で俺が当時好きだったナズナって子と寺木が付き合ってることをこの時知って、軽く丸絵を覚えました。それでも楽しい夜でした。親に隠れて友達3人きりでお泊まり、漫画や映画の中の出来事だと思ってたことが現実で起きたので、めちゃくちゃ楽しい夜でした。みんな就寝に着いた後、寺木と東が俺を起こしてきました。腕時計を見ると深夜2時を回ってました。おいいち、なんか外から聞こえないか？は？起こすなよ。マジだって。寺木の焦った顔を見て、不機嫌ながらも耳を澄ませてみると、何かを引きずるような音と、一つ、山太郎は首を締め、二つ、踏み絵は足と手を、三つ、沢次郎は何もせずって音程を外しまくったガラガラの声で歌った歌が聞こえてきた。俺たちはビビり散らかして中央に寝袋に入りながら集まった。小屋の外にいる音の主は、俺たちがいる小屋の周りを歩いているのか、小屋の周りからって音とあの歌が聞こえてきた。みんなビビって口に出さなかったけど、みんな気づいてたと思う。だんだん何かを引きずる音とあの歌が大きくなっていった。数分経つと引きずる音と歌だけでなく、小屋を引っかき回してるのか、木と金属が擦り合わしたような音も聞こえてきた。そして歌もどんどん大きくなっていて、俺たちはもう半泣きだったけど、奴が小屋の扉の前に来た時、歌を歌うのをやめた。俺たちは顔を見合って扉の前に恐る恐る近づくと、って勢いよく奴が扉を叩いた。ものすごい力で小屋がすごく揺れていた。俺たちは尻餅をついて、もうやめてくれ、許してくれ、みたいなことを泣きながら扉の前の奴に言ったけど、奴は無視して勢いよく扉を叩き続けた。扉がきしむ音が聞こえて、このままじゃ扉を破られる、と俺たちは思っていた。このまま死ぬくらいなら奴に襲いかかろうと3人で扉にもう一度近づいた。俺たち3人が揺れてる扉というよりと、を開けようとしたとき、って何か大きいものが落ちる音が響いた。その瞬間、奴は歌うのをやめてしんと静かになった。俺たちは勇気を出して扉を開けると、そこには雪に埋もれた俺たちと同じくらいの年の腕が雪からはみ出していた。顔とかは見れなかった、腕だけはみ出してる状態。奴があまりにも強く叩くから屋根の雪が落ちた。この時の俺たちはその積もった雪を越えて小屋の外に逃げ出そうとした。恐怖で限界だった。その腕を見て助けなきゃとかを考える心の余裕がなかった。俺たちは一斉に逃げ出した。俺はただ三人の中で一番足の速い東の背中を無我夢中で追った。雪の中靴を履かずに裸足で下山した。尖った石を踏んでも関係なく走り続けた。とにかく早くこの薄気味悪い小屋から離れたかった。もちもちの木想像してください。あんな感じです。何分かかったかはわかりませんが、ものすごく長く感じました。山を下ってると明かりが見えてきた。そこはいつも山に入る時の入り口だった。俺と東は近くのコンビニに向かった。コンビニの中に入ると顔見知りの店長が、どうした君たち、こんな遅くに青ざめて足が血まみれじゃないか。って心配してくれて、ピザマンとコーラをくれた。ここで初めて俺たちは気づいた。寺木がいない。置いてきてしまった。探しに行かなきゃと思ったけど、その時の俺たちには恐怖で足が動かず、探しに行ける状態じゃなかった。そこで俺たちは店長にこれまで起こったことをありのまま全て話した。店長は深くうなずくとすぐに寺木のお袋に電話した。確認したところ寺木は家に帰ってきてないそうだ。そして寺木のお袋は心配して、今すぐ山に探しに行きます。って言ったけど店長がなだめて、まずは警察に電話しましょう。って落ち着かせてくれた。その後俺たちのお袋にも電話が行き、すぐに俺と東のお袋がコンビニまで来て、その日はすごく叱られた。父からは殴られた。それでも俺は泣くことしかできず、ただ寺木を置いてきた罪悪感でいっぱいだった。多分東も同じ気分だったと思う。翌日警察や民間のご近所さんとか町内会の人とかで山に入って、寺木の捜索が始まった。俺たちもどうやって入ったのかと聞かれ、町内会の人と一緒に捜索してた。何でも山を管理している人でも、その小屋の存在を知らなかったらしい。だから最初、あんなとこに小屋なんてあったんか？って驚いてた。俺と東はいつも通ってる獣道をたどっていって、いつもの開けた場所に出たと思った。でもそこに小屋なんてものはなかった。確かにそこに小屋はあったのになくなってた。
俺と東は必死になって探したが小屋はどこにもなかった。俺たちが呆然としてる時店長が、おい、なんか埋まっとるよ。って叫んだ。そこには、俺たちがあの日使った懐中電灯や靴、寝袋が雪に埋まっていた。もちろん叙々もあった。けどなぜか懐中電灯や靴は明らかにボロボロになっていた。まるで数十年間放置されたみたいに。この数日後、寺木はこの山から数キロ離れた山中の神社近くの木の上で発見された。寺木の死因は窒息死らしい。そして寺木の左足首には手形が残ってた。多分俺たちが逃げ出した時、一番出るのが遅かった寺木は雪に埋もってた奴に足を引っ張られて何かされたのだろう。想像もしたくない。あんないい奴が死ぬなんて到底受け入れられなかった。寺木発見の翌月、寺木のお袋が自丸した。入水自丸、それだけ聞いてる。それから冬が明けて高校生になった。俺と東は同じ高校に通ったが、あの事件が思い返されるから俺たちは距離を置いた。そしてだんだん疎遠になっていった。俺に関しても距離を置いたのはすごく良かったけど、高校生になっても俺は罪悪感で胸がいっぱいで、何事にもやる気が出ず2年の冬に自死退学した。そして冬になるとよく寺木の顔が夢に出てくる。夢での寺木は無言で奴が歌ってた歌を歌ってる。それで冬はよく寝不足になる。夜に大声でうなされて親も心配してくれた。特に妹は俺におかゆを作ってくれたり、本当に最愛の妹だった。あの日から大声でうなされたり高校を退学したりした俺を見て、お袋は俺を結構いいとこの愛知県の寺に連れてってくれた。もちろん東も一緒だ。2年ぶりに東とまともに喋った。なんで高校辞めたんだ？って心配してくれた。本当にこいつもいいやつだ。寺に行くとお嬢さんが出迎えてくれた。お嬢さんは俺たちを見ると険しい顔をして本堂に通してくれた。すぐにお祓いが始まった。お嬢さんが酒を口に含むと俺たちに勢いよく吹きかけた。その後塩をかけられてお嬢さんがお経を唱え始めた。お嬢さんがお経を始めると、頭痛がひどくなって耳鳴りがし始めた。頭痛と耳鳴りがピークに達した時にお経を唱えるのをやめた。お嬢さんの方を見ると息を切らしていた。私の力では払うことはできません。いい人を紹介するのでそちらに出向いてください。彼ならきっと何とかしてくれるはずです。と言って目元お守りを渡してきた。このお守りを全種類持っていればあと3ヶ月は大丈夫でしょう。と言っていた。俺たち、特に俺はお嬢さん曰く相当危ない状態だったらしい。翌日、メモに書かれてた住所に向かった。先生の家は結構大きくて豪邸だった。インターホンを押すと家の中から50代くらいの男性が出てきた。腕には高そうな腕時計をつけてて指にも指輪をいっぱいつけてた。住職さんから聞いてるよ。中身を入り。って言って家の中に入れてくれた。先生はとても丁寧な口調だった。住職さんからも聞いてると思うけど、君たちにはヤバいものがついている。特に俺くんは危ない。今すぐお祓いをする必要がある。そう言うと俺たちを庭の外にある小屋の前に連れてった。そこには小さい社みたいなのがあって、周りには灯籠が置いてあった。先生は社の扉を開けると中から日本酒と小刀を出した。俺くん、東くん、そして妹ちゃんこっちに来なさい。妹も関係あるんですか？ああ。俺と東が妹を挟むように一列に並ぶと、お酒を杯に移した。移した酒に小指をつけて俺たちのおでこにつけていった。全員につけ終わると酒を一気に口に含んで、住職さんがしたみたいに俺たちに吹きかけた。そうすると小刀、刃が15センチくらいの、お地面に刺してお経を唱え始めた。あの時と一緒だ。耳鳴りと頭痛がひどくなった。そしてあの歌が聞こえてきた。でも何かおかしい。最初聞いた時は、一つ山太郎は首を絞め、二つ踏みは、足と手を、三つ沢次郎は何もせず、だったのが、四つ、ってのが聞こえてきた。四つ、みんなは穴を掘り、俺をほにゃららほにゃらら。ほにゃららほにゃららは俗語かなんかなのか、あまりうまく聞き取れなかった。それからはあまり覚えていない。気づいたら俺は布団で寝ていた。隣には東と妹もいる。数分すると先生がやってきた。俺がみんなを起こして客室に向かった。先生はこれまで起きたことを推測も交えて教えてくれた。妹も一緒にお祓いをした理由もだ。まず、事件の日俺たちを襲ったのは刺し子と呼ばれる間引きされた子供の霊らしい。なぜ刺し子と呼ばれているかというと、昔刺し子に丸された人がいて、その人の死体には手芸の刺し子のような鮮やかな模様が浮き出ていたらしい。
そしてその刺し子が寺木を丸した犯人であり俺たちを狙ってたらしい。俺たちが聞いたあの歌は先生にも聞こえていたらしく、あの歌から察するに、山太郎が刺し子になる前の子供の首を絞めて丸した。その時文江は足と手を押さえていた。そして長男の三次郎は長男のため間引きされずただ丸されるのを見ていた。寺木が窒息死だったのもこの刺し子が丸された時首を絞められて、窒息死だったのが関係あると言っていた。4番目の歌も先生は聞き取れていたらしいけど、歌の全容は教えてくれなかった。この歌は簡単に言うと、家族に丸された刺し子は家の下に埋められた。という歌だそうだ。俺たちが経験したことから推測するに、あの小屋は何十年何百年前のもので、もうこの世に存在しないものだった。だが家族に丸された刺し子は死後恨みで力を増して、刺し子が丸された年くらいの子供が来ると、自分の死体が埋まっている場所の上に小屋を見せたのだろうと。妹も払った理由も一緒で、妹はあの時の俺たちと同じ年になる。だから刺し子は妹についていて、そこから俺や東に危害も加えようとしていた。夢も妹に取り付いていた刺し子が見せていたのだろう。そしてそんな妹が近くにいる俺が一番危なかったそうだ。だけど逆に俺が妹の近くにいたことで東にはあまり干渉しなかったらしい。先生は頑張って払ったが完全には払えてないらしく、いつかまた現れるかもしれない。しかし先生の奮闘でかなり刺し子を弱らせることができたので、次の仏滅とか友引きの日に何も起こらなければ大丈夫だろう。そして俺たちは運が良く明日は大安で、新年も近い。正月や大晦日はいい神様の力が強くなって刺し子のような霊の力は弱まるという。何より天皇陛下の即位も近い、これにはすごい力があるらしい。これでもっと刺し子の霊は弱体化していき、やがて干渉する力も失うそうだ。しかし、あの山にはもう立ち入らないように先生から言われた。さすがに外界には干渉できなくなるが、あの場所では奴のテリトリーだ。絶対に近寄るなって念を押された。あの小屋を見つけてから12年経った今でもあの小屋の存在は忘れない。あれから俺には特に何も起こってないし、俺は高卒認定試験も取って国公立の大学に進学した。今は社会人になってそこそこの会社で働いてる。今でも先生とは連絡を取ってて、安心してはいけないと毎回言われてるから、あの日お嬢さんがくれたお守りは今でも肌身離さず持っている。ここに書き込んだのも、久しぶりに東と会いに行くことになって、昔のことを深く思い出したからだ。あと書き込んだ理由としてもう一つある。先生が最近亡くなったからだ。葬式に行くと先生の息子から手紙を受け取った。手紙にはこう書いてあった。俺くんへ、お元気にされていますか？俺くんにどうしても伝えなければいけないことがあります。最近コロナや地震で人々の不安が大きくなっています。奴も力を増してきたのか私の周りで霊障が起こるようになりました。私はもう長くないのでしょう。私が死んだら俺くんに危害を加えるでしょう。なのでこれを受け取ってください。中からすごい量のお札やお守りが出てきた。これを肌身離さず持ち歩けば3ヶ月は大丈夫でしょう。って手紙の最後に書いてあった。俺はお守りやお札を見返してると中からメモが出てきた。そこには先生の知り合いの寺や霊媒師の電話番号が書いてあった。無駄だと思いますが一応書いておきます。ってのも書いてあった。今俺はその霊媒師や寺を回っているけど、どこでも。私には無理。って断られてる。俺はあと3ヶ月しか生きられないのでしょうか？少し長くなるけど聞いてほしい。俺の先輩にユージくんっていう人がいた。近所で一つ上だったんだけど、子供の頃からよく遊んでた。お互い一人っ子だったから俺はユージくんを兄貴のように、ユージくんは俺を弟のように思っていた。腐れ縁で小中高と一緒でさ、部活までずっと一緒にサッカーをやってた。ユージくんは裏表がない性格で、男女からすごく人気があった。不良連中でさえ、ユージ君には一目置いていたようで、悪く言う奴はいなかったくらい。そんなんだから小中高とそやモテたんだよユージ君。芸能人で言うと生田斗真っぽい顔してるしさ、それで人格者でサッカーも上手ければそやモテますよ。めちゃめちゃ羨ましかったけどね。でも、勉強はあまり得意じゃなかったっけな。ユージ君、小中高とサッカー一筋だったけど、高校になって一つ年上でサッカー部のマネージャーだったマリさんにベタボレしちゃってね。長くなるからはしょるけど、もうアタックの末付き合うことになったっけ。俺も内心マリさんのこと好きだったけど、ユージ君なら仕方ないってすっぱり諦められた。
その後、俺とユージ君は別々の大学に進んで、マリさんは短大から一足先に社会人になっても、なんだかんだ俺はユージ君とずっと仲良くさせてもらっていたから、その流れでマリさんとも付き合いが続いていた。ユージ君は地元の中堅建設会社の営業として、俺も地元の役場にそれぞれ就職した。それから数年していよいよユージ君とマリさんが結婚することになって、その司会を俺に頼んできたんだ。もちろん二人を祝福するのに断る理由もなかったから二つ返事で了承した。二人とも本当に嬉しそうに喜んでくれてさ、俺もそんな二人を見て本当に幸せな気分になれた。そう、あの時までは。ユージ君とマリさんの結婚式まで2ヶ月を切った10月の終わりに事件は起きる。マリさんがユージ君の前から姿を消した。いや、消したという言い方は正確じゃない。ユージ君の話では目の前で誘拐された。ここから先の話はユージ君本人から聞いたものになる。その日、ユージ君はマリさんと隣県の結婚式場で打ち合わせを行っていた。打ち合わせ時間は15時と開始時間が少し遅かったにもかかわらず、なんだかんだ長引いてしまったそうだ。終わった頃には18時を回っていた。国道を通ると地元に戻るまで1時間半近くかかるし、夕食がまだ済んでいないこと、翌日は月曜日で朝から仕事ということを考えると、1分でも早く地元に戻りたかった。そのため、車通りが少ない県道を通ることにしたそうだ。どちらも山道であるが、国道は大きく迂回するようなルートである一方、県道はまっすぐ地元に向かう。県道は街灯も少なく狭い道が続くのだが、ここを通ると1時間を切るため、地元の人間であれば利用する人間も少なくない。ユージ君も慣れた道ということで県道を選択したそうだ。県道を走るも対向車もなければ前方にも後方にも車はなく、暗い山道がただひたすらに続く。マリさんと一緒だったからそこまで怖さは感じなかったそうだが、一人だったらさすがに恐怖を感じるほどだったそうだ。しばらく走っていると前方にテールランプが見えた。その明かりを見て二人とも少し安堵したという。前方の車は異様に遅く、あっという間に追いついてしまった。時速20キロ程度か、トロトロと前を走る型の古いベンツにユージ君はイライラしていた。追い抜こうにも見通しの悪いカーブが続くため、万が一の対向車を考えると容易に追い抜くこともできない。するとそれを察してか、前方のベンツが左に車を寄せてハザードを点滅させて停車した。追い抜けということだろう、ユージ君は慎重にその車を追い抜いた。追い抜きざまに並んだベンツの運転席を見ると、老夫婦がこちらを見ていた。目の合った老夫に対し、軽く会釈をしてユージ君はベンツを追い抜いた。これで先を急げる。と思ったのもつかの間、追い抜いたベンツがユージ君の運転する車の左後方にぶつかってきた。と鈍い衝撃が車内を襲った。すぐに車を道端に止めるとベンツもすぐ後方に停車した。幸い相手も発進間際だったため、さほど強い衝撃でなかったことから、ユージ君もマリさんも大事には至らなかった。ユージ君が運転席から降りると同時に、後方のベンツからも老夫婦が降りてきた。申し訳ない。アクセルとブレーキを踏み間違えてしまって。申し訳なさそうに老夫婦は揃って頭を下げてきた。これだから高齢者は。と言いたくなるのをマリさんの手前、ユージ君はぐっとこらえた。お互いの車は軽くへこんだ程度だったが、とりあえず警察と保険会社に電話を入れようとユージ君は携帯を取り出そうとした。それを遮るかのように老夫が言葉を発した。警察への連絡は私がしましょう。元はといえば私が操作を誤ったことによる事故です。それと保険会社への連絡も私がします。走行中の事故だと10対0になりづらいのはご存知ですか？下手に保険を使うと保険料が高くなりますし、私が責任を持って全額修理代をお支払いします。もし自走できないようであれば、私の保険を使ってレッカーをお呼びいたします。随分と事故に詳しいんだな。といぶかしんだものの、老夫の毅然とした態度に対応を任せた。老夫が近寄ってきてユージ君とマリさんの具合を気遣いながら、夫が申し訳ない。と再度深々と頭を下げてきた。夫には運転をやめるようにいつも言ってるんですけど。といった話を聞いている間、老夫は警察やら保険会社やらに忙しく電話をしていた。一通り電話を終えたのか、15分ほどしてようやく老夫が戻ってきた。警察やら保険会社への連絡は終わりました。それと申し遅れました。私は林と申します。そう言って免許証を見せてきた。昭和18年4月15日生まれ、林郁夫と明記されていたのをユージ君は記憶していた。
住所は俺たちと同じ県の別の市だったそうだ。ごめんなさいね、本当に。80近くにもなるのに夫は運転をやめないんです。でもこういう事故をいつか起こすんじゃないかと私も気が気でなかったんです。これで免許返納を考えてくれると私も安心なんですけど。老夫はそんなようなニュアンスの話をすると、老夫は罰の悪そうな顔をしていたそうだ。警察を待つ間、ユージ君とマリさんも結婚式の打ち合わせの帰りといった話をした。老夫婦はその話を聞きながら、そんな日にこんな事故に巻き込んでしまってと、何度も申し訳ないと謝罪を繰り返してきた。それから20分ほど経った頃、赤色灯がこちらに向かってくるのが見えた。冷え込んだ山道で待ち続けていたユージ君にとっては、ようやく来たか、という思いだった。若い警官と中年の警官二人がパトカーから降りて近づいてきた。どなたが運転されていましたか？若い警官がユージ君たちに尋ねてきた。ユージ君と老夫が名乗り出ると、現場検証を行うことになったため、ユージ君はマリさんに軽く手を振ってその場を離れた。現場検証では老夫は嘘をつくわけでもなく、淡々と自分が操作を誤りユージ君の車に後ろから追突してしまったことを話していた。15分程度の現場検証を終えて車に戻るとマリさんの姿がない。辺りを見回すとパトカーの後部座席にマリさんの姿が見えた。その横には中年の警官が座っている。マリにも話を聞いているのかな？そう思いながら腕時計に目をやると、時間は20時近くになっていた。飛んだ一日になっちゃったなぁ。と何気なく携帯を取り出した。そこでユージ君は目を疑った。県外。その二文字を目にして思わず固まった。と同時に思考が頭の中で駆け巡る。県外ってあのじいさんどうやって警察呼んだんだ？まさか電話してなかったとか？いやちゃんと誰かと話していたよな？まさかあれんぎ？いやいやちゃんと警察来たよな？それじゃ県外なのは俺だけ？いやいや俺どこもだし電波悪くないし。混乱しながら携帯から視線をパトカーに向けると、若手警官が運転席に乗り込むところだった。ドアの閉まる音と同時にエンジンがかかるパトカー。止めている場所でも映すのか？とユージ君が眺めているとパトカーはゆっくりと走り出した。は？パトカーは止まる気配なく進んでいく。ユージ君は無意識のうちにパトカーを追いかけていた。マリ、マリ。マリさんの名前を必死に呼びながら追いかけるが、当然車には追いつかない。このままじゃマリがどこかに連れて行かれてしまう。自分の車で追いかけるしかない。そう思いきビスを返した瞬間、猛スピードで迫り来る車が見えた。ユージ君が覚えているのはここまで。そう、ユージ君は車にはねられ意識不明のまま道端に倒れていた。たまたまそこを通った人が、倒れているユージ君を見つけ警察と救急に通報した。全身を強く打ち、寒い山道に長時間放置されたことで一時は本当に危ない状態だった。でも奇跡的に一命を取り留めたって聞いた時は、涙が出るほどほっとしたもんだ。その後のユージ君は大変だった。入院中とはいえ連日警察の事情聴取を受ける羽目になった。ユージ君は覚えていることを笑いざらい何度も警察に伝えた。警察によればその日に事故の通報は受けていないとのこと。だとすればあの警官と老夫婦は一体何者だったのか？一体何の目的でマリさんを連れ去ったのか？なぜユージ君たちが狙われたのか？何もわからないまま時が過ぎた。ユージ君は1ヶ月ほどの入院生活を送った後、松葉杖をつきながらだけど無事退院することができた。それからユージ君は駅前でマリさんの情報を求めるビラ配りをやったり、更新所にあの老夫、林郁夫なる人物の捜索依頼をしたりと、マリさんを必死に自分で探そうとしていた。どんなことをしても絶対にマリは探し出す。俺にこの話をしてくれた際を、こんな言葉で締めくくってた。その決意の固さは本当に命がけっていうのが伝わってさ。俺も微力ながらユージ君の手助けをしていたんだ。一緒にビラ配ったり、まだ運転できないユージ君を乗せていろいろな場所を探したり、俺としてもマリさんを見つけてあげたかった。結婚式の予定日が過ぎた頃だった。更新所から林郁夫のことが分かったって電話があったから、俺行ってくる。そう俺に電話をしてきた。そしてこの電話を最後にユージ君は姿を消した。それから1ヶ月もしないうちだよ、ユージ君の実家に知らない人が住み始めたのは。ユージ君の両親は昔から知っているけど、黙って引っ越すような人たちじゃない。本当に礼儀正しい人たちでさ、そんな不義理をするような人じゃないのは俺だけじゃなくて近所の人もが知っている。
住み始めた住人は妙に愛想がいい中年夫婦で、どこか笑顔が気持ち悪く感じてしまう。それとマリさんの実家はそれと時を同じくして火事で全焼したそうだ。夜中に台所から出火したんだって。マリさんと地元が同じ高校の同級生から聞いた話なんだけど、家の中から出火したのにもかかわらず、現場からは誰の遺体も見つからなかったとか。マリさんの実家には両親とおばあさん、それと大学生の弟がいたはずなんだけど、火事があった時間には誰もいなかったそうなんだ。で、誰にも連絡がつかないらしい。平和な日本でこんなことがあるのか?と疑いたくなるほど不自然に俺の知っている人が消えていってしまった。それも一人二人じゃない、その家族までもが忽然と消息を絶った。生きているかどうかすらわからない。生きていることを願うしか俺にはできない。俺がこれを書き残す理由は、俺自身にも危険が迫っている可能性があるからだ。つい先週、俺に非通知で電話がかかってきた。ユージだけど元気か?電話口の相手はユージくんじゃない。二十数年の付き合いがあるんだ、俺がユージくんの声を聞き間違えるわけがない。怖くなってすぐに切ったけど、俺に対する何かの忠告なのか?それとも俺も標的にされているのかわからない。本当に怖い。ただそれだけ。最後にこれも後で知ったことだけど、マリさんが誘拐された場所はさ、大町ルートって呼ばれる場所付近だったんだ。調べてみればわかる。そう呼ばれる道沿いでは結構な人が失踪しているルートなんだ。どこの県とかそういうことは俺が身バレするかわからないから書かないけど、今でもそういうことが続いているかもしれないってことだ。これを書いた方とはその後連絡が取れなくなりましたので、私が代筆しました。昔だが、場所は具体的に示そうと思うので、もし同じ体験をしていたり、何かその場所の曰く的なことを知っていれば教えてくれ。あと最悪これはただの夢だった可能性もある。もう何年前になるか記憶にないが、国立競技場が新しくなる数年前、工事が始まる数年前ね、千駄ヶ谷の駅から東京体育館の脇を通って、左側に国立競技場が見える広場的なところを進むと、その先の道に出られる場所があった。小道とかではなく、公園っぽくなってる広い場所で、行きも帰りもいつも大勢の人が通ってる。国立競技場周辺に行ったことある人なら、ああ、あの場所ね、ってわかると思う。新しくなった今もその場所自体はあるので行くとすぐわかる。それで昔はその場所に磨いた石でできたベンチがあって、そのベンチの真ん中が灰皿になっててタバコが吸えたんだ。今の時代では考えられんがな。ベンチはまだあるかも。その頃の俺の職場はそこを抜けた先の道沿いだったから、いつも千駄ヶ谷の駅で降りてそこを抜けつつ、途中でタバコを吸ってから会社に行き、帰りもそこを通って一服してから駅に向かってた。当時は冬で、20時くらいに仕事が終わって会社を出て、イヤホンをつけて音楽を聴きながら、いつも通り帰り道のベンチの灰皿でタバコを吸ってたんだ。すでに先客が数人いてベンチには座れずに俺は立ってた。ただ吸ってるわけではなくて、スマホでニュースを見ながら吸ってたんだが、途中で突然ニュースの更新ができなくなって、よく見たらスマホが圏外になってた。こんな東京のど真ん中で圏外なんてあるかよと思ったが、まあ、いいやと思い顔上げたら、違和感に気づいたんだ。誰もいない。急いでイヤホンを外したら怖いくらい静かだった。車も走ってない。数年その現場に通ってたが、21時前でこんなに人がいなくなるって初めてだったが、その時は珍しいこともあるもんだ。くらいだった。タバコを吸い終わって駅に行ったが道中も駅も誰もいない。自動改札は開いたままになっていて、近くに駅員もいないし、でもまあ通勤定期だし降りる駅で事情を言えばいいかと思って、駅に入ってホームで電車を待ってたんだが、この時間で30分待っても全然来ない。次の電車を示す掲示板を見たら、それは映ってなかった。さすがにおかしいと思ったんだが、その時点ではまだオカルト的なものではなく、政府から緊急避難命令みたいなものが出て、俺が音楽聴いてたから聞きはぐったのかもしれないとか思ってた。そんなこともあるわけないんだが、当時は本気でそう思った。駅前に交番があるからそこなら警察官か誰かいるだろうと思って向かったんだが、誰もいなかった。お前らも避難したのかよと少し頭に来たんだが、さすがにこれは違うなと思い始めた。避難したにしても音楽聴いて下向いてたからといって、東京の都心部で万単位の人が気づかずに短時間でいなくなるわけない。だんだん怖くなってきて、とりあえずさっきの喫煙所まで戻った。
そこに戻ったのは大した意味はなく、タバコを吸って落ち着きたかった、それだけだ。喫煙者なんてそんな感じだ。タバコを吸いながらとりあえず友人に電話したが、県外なので当然繋がらない。それでもスマホを再起動したりしてなんとか誰かと連絡を取ろうと思ったが、状況は変わらなかった。ダメだと思って顔を上げたらまた異変に気づいた。雪が降ってる。しかも足首あたりまで積もってる。冬だから雪が降ることはあるだろうが、そんな短時間に積もるか？オカルトなんて信じない方だが、さすが怖くなって何かいるのかとあたりを見回したら、いた。いて欲しくなかったが、東京体育館の方に白いワンピースのような服を着た女性が、しかもワンピースは半袖だ。しかも裸足なのがわかる。足首あたりまで雪が積もってるのに裸足なのが見えたのは浮いてたからだ。なんで浮いてると思ったかというと、足が地についてる感じではなくだらんとしてたから。とっさに目をそらした。明らかに普通じゃないもので、見てはいけないもののような気がしたから。俺は再度誰かと連絡を取ろうとまたもやスマホを再起動とかし始めた。スマホをいじってたので目線は手に持ったスマホを見てたので、少し下を向いていたのだが、また急に異変に気づいた。手元のスマホの先にさっきのワンピースの女性の体が見える。つまり目の前にいる。また変化に気づかなかった。足元はやっぱり浮いているように見えたが、目の前で俺は下を向いていたから顔はわからない。一番怖いのはその女の吐息のような音が聞こえたことだ。生きてる人？よくわからん。どうしていいかわからず固まってた。さすがに目をそらせなかったが、動くこともできない。どれくらい硬直していたかわからない。ものすごく長く感じたが、実際は数分かもしれない。向こうも特に動かなかったのだが、吐息だけは聞こえていた。どれくらいかして、女の手が動いたような気がした。その瞬間にとっさに走り出した。とにかく女を見ないように自分の会社に向かって走った。会社ならセキュリティキーを持ってるから中に入れると思ったから。そこからはそんなに遠くないからとにかくダッシュで走って、その時間は地下からしか入れないから地下に行って、通用口からセキュリティキーを使って中に入った。本来はビルの警備員がいるところも通ったがやはり誰もいない。とにかく8階の自分たちのオフィスに行き中に入ったが誰もいない。うちの会社はシステムの運用系の仕事もあったから、本来は夜勤が誰かしらいるのだが、誰もいなかった。オフィスの窓から走ってきた方を恐る恐る見ると、このビルに向かう道沿いの少し離れた位置にそいつはいた。さっきいた場所から少し移動したことになる。追ってきたのかと思うと本当に恐ろしかったが、そこからだと距離があったので、今度は少し観察できた。間違いなく女だ。遠く視線まではわからなかったが、向こうもこっちを見ている気がする。どうしようかと思っていたが、一瞬目を離した隙にいなくなってしまった。ビルに入ってきたのかもしれないと思って軽くパニックになったが、しばらくしても女が現れることはなかった。自分の席で座っていると、疲れからか寝てしまった。朝になって会社の同僚に起こされた。徹夜したのか。とか。何かトラブルでも発生したのか。とか聞かれたが、自分も記憶が混乱して、曖昧にというか何も答えられなかった。ひょっとして、仕事が終わって疲れてここで寝てただけで、全部夢？ただ、コートは着たままだったから外には出たんじゃないかと思う。窓のそばに行くともちろん女はいなくて、雪もなくなっていた。同様に、一晩で雪は溶けちゃったんだな。と言ったら、は？雪なんて降ってないだろ？と言われた。やっぱり夢だったのかもしれないが、今でもよくわからない。ただ、夢にしては今でも女の吐息まで思い出せるくらい明確な記憶だ。近くに心霊スポットもある場所ではあるが、過去に何かあった場所なんだろうか？何これ怖い。夢だとすると、次に見るときは女は目の前にいそうだな。幽霊ではなく時空の女人、コミュ症、かと思って読んでた。時空系ってさ、こうやってなんとなく戻ってこれた人が書き込んでるから、自分はそれ読んで時空の人が元の世界に戻してくれるってなんとなく思ってるけど、戻ってこれない人も結構いるとしたら、怖いよね。かつてあった明治公園ですね。明治公園のほぼ目の前は、その上に墓場が見える、かの有名なお化けトンネルですよね。その横のビクターのスタジオも幽霊が出るんで有名だし、何か関係があるのかな？第1話、チャイルドインカー。
ある日のこと、私の運転で妻と海沿いのカフェまでドライブに行くことにした。その途中にはいくつかの山が連なっていて、少し長い距離の山道を通ることになる。山道といっても道幅は広く、カーブも緩やかで比較的走りやすいのだが、いくつか急カーブがあり、しかもガードレールがない区間もあるから、不慣れな人にとっては油断はできない道路だ。家からしばらく走ってその山道に差し掛かった頃、かなり先の方に1台の小型車が見えた。小型車の運転手は山道が不慣れなようで、私の車はすぐに追いついてしまった。小型車には前に2人乗っているようだったが、不安定な走り方していることもあって、私は少し距離を取ることにした。この辺りからは、左側は山の斜面でカーブの先が見えづらく、右側は崖のような斜面でたくさんの木々が生い茂っている区間だ。とある左カーブに差し掛かった時だった。うわ、なんだ。小型車が急ブレーキをかけたのだ。私は思わず声を出してブレーキを踏み、距離を取っていたおかげでなんとか小型車にぶつからずに済んだ。小型車は何かを跳ねた様子で、一瞬止まった後ゆっくりと走り去っていった。何かが道路に落ちているのかもしれないと思った私と妻は、徐行しながら辺りを見渡していた。あれよ、あれ。目がいい妻が何かを見つけたので、私は妻の視線の先を見てみた。道路の左側にある土の斜面に、小型車が跳ね飛ばしたであろう小動物が横たわっていた。そこはガードレールがなく、野生動物の通り道にでもなっているような場所だった。動かなくなった動物の傍らには、その子供らしき小さな姿が佇んでいた。あれってタヌキね、かわいそうに。妻がそう言ってゆっくりとそのそばを通り過ぎたとき、その子供であろうタヌキは、私と一瞬目が合うと斜面を駆け上がり逃げていった。私も小型車も念のためゆっくりとその場を通り過ぎた。その後、小型車は相変わらず不安定な走りをしていたが、だんだんと様子がおかしくなってきた。不慣れな道なのは仕方がないことだが、なんとなく左右にフラフラしていてブレーキのタイミングもおかしかった。あの車、タヌキとぶつかってどこか悪くしたのかもな。私は妻にそう話しかけると、妻はこう言った。あれ？後ろに誰か、子供が乗ってるみたいよ。え？思いがけない返事に私は少し戸惑った。だってほら、今起き上がって後ろに振り向いたわよ。本当だ。確かに子供、かな？小型車の後部座席は日差しの関係なのか、影になって子供の顔はよく見えなかった。よく見ると、小型車の後ろには、チャイルドインカーのステッカーが貼られているのに気がついた。なあ、知ってるか？あのステッカーって海外が発祥で、英語圏の国では、チャイルドオンボードっていう表記が一般的らしいんだけど、オンボードっていう表記が日本ではわかりにくいらしくて、チャイルドインカーになったんだって。へぇ？私は最近知ったうんちくを披露したが、妻はあまり興味がないみたいで大した返事はしてくれなかった。見通しのいい直線に差し掛かると、小型車は急にスピードを上げた。私の車とは少し距離が空いてきた。この直線の先はちょっとした、いや、急カーブと言っていい右カーブがある。そこは右側が崖になっていてガードレールがあるが、左側の斜面にはそれがなく、特に慎重にゆっくりと走るべきカーブだ。あの車大丈夫かな？とつぶやいて小型車を見ていると、案の定ブレーキが遅れて斜面に突っ込んで乗り上げて止まった。私は小型車の後ろに止まってハザードをつけると、小型車へと向かった。小型車のドアを開けると、エアバッグが膨らんでいて、運転手はがっくりとうなだれていた。大丈夫ですか？そう話しかけると、アラフォーと思われる運転手は気を取り直して。すいません。と返事をしてくれた。今救急車と警察を呼びますからね。ありがとうございます。運転手は意外に元気そうな声で返事をした。ああ、そうだ、後ろのお子さんは大丈夫ですか？妻は私のその言葉を聞くと、慌てて後ろのドアを開けた。しかし、妻の様子がおかしい。どうした？後部座席を覗くと、そこには誰も乗ってなかったのだ。お子さんは？私は運転手に聞いてみると。子供なんて乗ってません。私たち二人だけです。私も妻も、あっけに取られたというか、狐につままれたというか、そういうしかなかった。なんとなく納得のいかないまま、助手席の、おそらく奥さんであろう女性と共に二人を小型車から降ろすと、私の車の影の安全そうな場所に誘導して座らせた。見たところ、二人とも大きな怪我や出血もなく自力で歩けたので、様子を見て救急車は後で呼ぶことにした。
その間私の妻は後続車が来た時のために、見えるように誘導しようとしてくれていた。警察は30分ほどで到着するとのことだったので、運転手と怪我はなかったかとか痛いところはないかとか、そんな話をして過ごしていた。そもそも、この夫婦には子供などいなかった。その後警察が到着して事情聴取をされたが、結局小型車の単独事故ということで処理された。私たちはその場からは解放され、予定よりもかなり遅くカフェ着いたが、楽しめるような気分ではなくなっていた。帰り道で買い物などをしていると、家に帰る頃にはすっかり日が落ちていた。私は後部座席の人影は何だったのかずっと気になっていて、それは妻も同じだった。そうだ、ドライブレコーダーに何か映ってないか？私はそう言って急いで車から SD カードを抜いてリビングのテレビに差し込んだ。いくつかに分かれている動画を順に見ていると、その時の映像が記録されていた。二人で動画を見ていると、小型車の後部座席に人影らしきものがしっかりと映っていた。距離が離れている時には、それが何なのか分からなかった。しかし、距離が近づいた場面で私も妻も確信した。それは間違いなく、あのタヌキの子供だった。チャイルドインカーのチャイルドとは、必ずしも人間の子供とは限らない。第2話、落書き。たまに街中に、スプレー缶で書かれた落書きってありますよね。私の地元も少々荒れた地域で、若者がホームセンターでスプレー塗料を買う際には、身分証明をしなければならないほど問題になっていました。私が中学生の頃、仲のいい A 君、B 君と毎日通学していました。県内で一番大きな川のそばを通る道が私たちの通学路でした。ある朝、いつも通り二人と待ち合わせをし、川沿いの通学路を歩いていると、A 君が、あれ、すごくね？と何かを指差しています。見ると、橋の裏側にスプレーで何かの落書きがあるのです。大きな川に架かっている、片側2車線の大きな橋。水面からその落書きまでは10メートルはあるでしょう。もちろん、橋の上から手を伸ばしても到底届かない位置ですし、橋桁も何もない部分に赤いスプレーで何かが書いてある。次の日、同じように集まると、A 君がおもむろにカバンから大きな双眼鏡を取り出しました。お父さんのものを拝借してきたそうです。私も B 君も、双眼鏡を覗く A 君を早く早くと急かしました。しかし、双眼鏡から目を離した A 君は、真っ青な顔をしてガタガタと震えながら、なんで、なんで、と、今にも泣きそうな声でつぶやくのです。A 君から双眼鏡を奪い取った B 君も、その落書きを見た瞬間、ひ、と小さい悲鳴を上げ、こちらに双眼鏡を手渡しました。こんな状態の二人を見た後でも、恐怖より好奇心が勝り、私もその落書きを見ました。そこには、赤いスプレーで、A 君のフルネームが書かれていました。しかも、今私たちが見ている場所から、ちょうどまっすぐ読める角度で書かれていたのです。A 君は落書きをするようなグループと接点があるような人間ではないですし、その後、彼の身にも特に変わった出来事はありませんでしたが、次の日から私たちはその道を通ることあっても、その橋の付近に差し掛かると無意識に視界に入れないように歩くようになりました。三人の間でも、この話題は暗黙の了解で誰も口にすることはありませんでした。しばらくした後震災があり、その影響でその橋に大規模な補修工事が入ったため、当時の面影はなくなり、今ではどこにその落書きがあったのかも思い出せません。そしてついこの間、地元に帰った際に、当時の三人で飲み会をする機会があり、私は酒の勢いで当時の話題を切り出しました。最初は違う誰かの名前だったんだよ。工事の責任者の名前でも書いてんのかなって思ったんだ。でもな、俺が見てる目の前で、俺の名前に書き直されたんだ。書き直された後、俺の方に名前がぐるーっと回ったんだ。俺の息子、最近幼稚園でひらがなの書き方を習って帰ってきたんだけどさ、なんか、息子がさ、俺とか嫁さんの名前を書いて、それを褒めてほしくて見せてくんの。なんか、それと同じだったんじゃないかって思うんだよね。第3話、高級魚の豆知識。セミの鳴き声がうるさい、とても暑い夏の出来事。先日ね、姪っ子の結婚式に出席するために大阪に行ってきたんだよ。そう話すのは我が家のお隣さんである T さんだ。わざわざ大阪のお土産を持ってきてくださったようだ。いやー、姪っ子の綺麗なこと綺麗なこと。俺に似てさ、とても美人なのよ。
とても嬉しそうに話して遺産。ここで書くのもなんだけど、めいごさんは30歳半ば。今回が初婚であったそうで、おじとしてはやはり心配ではあったらしい。でね、新郎新婦ともども、金もないくせにさ、披露宴は奮発しちゃってさ。聞いてもいないのに新郎新婦の経済事情まで話し始める T さん。話によると披露宴の食事がえらく豪勢であったらしいのだ。羨ましい限りだ。フグの、フルコースだったんだわな。うん、一瞬ではあったが、T さんの顔が曇ったような。フグってさ、世間一般では高級魚と呼ばれているだろう？確かに。市井の人間にとって、フグなど滅多に食べられるものではない。それこそ何かしらの催しや祭事でもない限りは、フグを食べようとすら思い浮かばないし。フグにはさ、毒があるってことで有名じゃない。テトロドトキシンってやつ。よくはわからないが、確か神経に効く毒だったと聞いたことはある。確信はないが。もともとフグには毒なんてないって知ってるかい？生物濃縮って言ってさ。まあ言ってみれば食物連鎖の副産物みたいなもんさ。だからさ、初めから養殖して、フグの体内に毒を蓄積させないようにするための手間ってのが、フグを高級魚と言わしめる理由なんだよ。あとは職人の腕と知識料金なのだそうだ。そういえばフグを捌くには確か免許が必要だと聞いたことがある。テトロドトキシンという毒。フグ一匹で何人の人間がマルセると思う？急に物騒な話になってきたな。心なしか T さんの表情にも影が差して見える。コエタマフグだと、一匹で35人の人間をマルセてしまうんだよ。あはは、すごいだろう？ははは。先ほどまでうるさかったセミの鳴き声は一切聞こえない。T さんの声だけが妙に耳にまとわりつく。俺は釣りが好きなんだが、フグってさ、針に置き網つけておけばさ、落としても投げてもバカでも丸々でも釣り上げることができるわけよ。それはもう何匹も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 さ。考えてもみなよ。堤防で釣れる草フグやアカメフグだって人間を丸すことができるんだよ。そのあたりの海には簡単に手に入る猛毒がわんさかと泳いでいるんだよ。そう語る T さんは明らかに楽しそうだ。日が沈み始め、逆光に差し掛かり T さんの表情は伺い知れないが、その雄弁さを見る限り、やはり楽しいのだろう。自分はといえば、少々居心地の悪さを感じつつ、いかにして話の腰を折ってしまおうかと思案中であったのだが。少しずつさ、少しずつ毒を溜め込んでいくんだよ。毒をさ、まるで人間のストレスのようなもんだと思うだろう？あははは。T さんは完全に逆光に飲み込まれていた。何人も何人も。ん？嫌な奴を、放り放だ、いさ。最後に放った言葉は聞き取れなかった。そして T さんは、長話悪かったね。お土産は早めに食べてな。笑顔でそう言って林家の門をくぐっていったのだった。自宅に吸い込まれるその瞬間、目が合った T さんはやはり笑っていた。日暮らしの泣く声がする。もう晩夏だ。背中に汗が滴り落ちる。部屋に、戻ろう。自宅に戻り流れる汗を拭いながら、先ほどの T さんの話を反芻してみる。まさか、な。気を取り直して、お土産をいただこうと紙袋を開けた。そして中に入っていたものを見て私は驚愕した。中身は東京銘菓ひよこだったのである。第4話、謝罪男。今日の俺はついている。パチンコで2万買ったのを皮切りに、この前購入した宝くじも5000円当たり、満員電車に乗れば目の前の席の人が下車したから入れ替わるように座ることができた。スーパーに立ち寄れば、ちょうど値引きされたステーキ弁当の残り1つを獲得できたし、仕事でも俺の資料が上司に褒められたので好調だ。そんな折、晩ご飯の買い出しを終えた俺は鼻歌混じりに馴染みの道を歩いていると、よそ見していた俺が悪いのだが、人とぶつかってしまった。いて。相手が俺よりも小さいのもあり、ちょうど相手の額が俺の顎を直撃して痛みが走った。すみません。顎をさすりながら正面を見ると、もじゃもじゃ頭をしたスーツ姿の男性が誤り倒しているのが見える。キツツキかというほど、何度も頭を深く下げる動きを繰り返すので、顔が残像のようにブレて映り、表情をうまく読み取れなかった。冒頭で語った通り俺はまあまあ気分が良かったことから、いえ、こちらこそ不注意でしたので、すみません、と、平謝りした。俺がそう謝ると、男性が俺の目を直視して、特徴的なおちょぼ口とこけた頬肉を向ける。
そして、男性は一瞬だけ静かになったかと思えば、再び謝罪を繰り返すのだ。本当にすみません、すみません、すみません。あまりに精神抵当と謝るものだから、旗から見たらその筋の人間が一般人に絡んでるように映るのか、通行人の目を引いてしまい、そこら中の人が怪訝な面持ちで俺のことを睨んでいることに気がついた。もしかしたら、ほとんどのヤジ馬が、俺がこの男性に因縁をつけているとでも思っているに違いない。俺は誤解を解くためにどうにかして男性に謝罪をやめるよう促す。いや、本当にもう大丈夫なんで。謝るのやめてくださいよ。わたわたと身振り手振りで相手の行動をいさめようとするが、男性は謝罪をやめないばかりか、あろうことか土下座を始めたのだ。男性は地面に額を打ちつける勢いで叩きつけると、すみません、すみません、すみません。と、絶叫に近い声量で謝り倒す。これは相当頭のネジがぶっ飛んだやつだ、と俺は半ば苦笑いする。さすがにこれ以上は警察沙汰だと思い、目の前の異常な行動を取る男性を見下ろしながら、俺はそそくさと立ち去ることを心に決めた。本当、やめてくださいって。俺もう行きますから。ぶつかってすみません。それじゃ。買い物袋を抱きしめるようにして俺は駆け足でその場を離れた。時折後ろを振り返るが、男性はその場に留まり一人で、すみません。と連呼していた。世の中には変わった人がいるな、と俺はしばらく走った後他人事のようにため息をつく。男性のせいで正規ルートを恐れ、俺は自宅まで迂回することになった。しかし、通常の倍の時間をかけて自宅の近くまで戻ってきたところで、俺は愕然とする。俺のアパートの入り口付近にあの男性が佇んでいるではないか。どうしてあの男性が俺の家を知っているのかわからないが、先ほどの土下座を目の当たりにした手前、俺はよからぬことを想像して立ちすくむ。すると、俺の視線に気づいたのか、男性は俺と目が合うなり、まるで飼い犬のように駆け寄ってきては、それはもう見事なスライディング土下座を決めた。そして、流れるような動作の後、殿下の宝刀。すみません。という謝罪の連呼を始めたのだ。すみません、すみません、すみません。ちょっとマジでなんなんすか？新手の嫌がらせ？勘弁してよ。俺は男性の真意がつかめず少し強めの口調で問いただす。それが相手を逆なでしてしまったのか、はたまた闘魂に火をつけたのか、男性はさらに早口で謝罪の言葉をまくし立て、額を地面にこすりつけるのだった。この異常事態に気づいた周囲の通行人が足を止め始めると、片方が見下ろし片方が土下座をして謝罪するといった構成上、俺に視線が集中することとなり、これはまずいと焦った俺は男性に苛立ちをぶつけてしまった。本当にやめてください。もうわかったから。俺が悪かったですって。やめて。対抗心もあり全力で俺も謝ると、誠意が伝わったのか男性の謝罪が止まった。やった、謝罪に打ち勝った、と内心ガッツポーズする俺。しかし、ピタリと止まり静まった空気の中、男性は手をついてゆっくりと上体を起こす。俺は土下座する男性が頭を上げる仕草を、不思議と息を呑むような緊張感を持って見守っている。頭を上げると、男性の痩せ細った顔が俺と目が合うものの、その目つきはまるで人を呪いまるしそうな殺伐とした雰囲気を醸し出しており、眉下に彫りが浮くほど眉根を寄せて釣り上げていた。そして、これまで発せられていた、やや甲高い謝罪の声と一変したドスの効いたのぶとい低い声色で、謝ってんだろが、ダボ。と、周囲に聞こえないよう俺の耳元でつぶやくのだ。男性の代わりように脳内処理が追いつかずしばらく放心していると、男性は再び高い声色で、すみません。と繰り返しながら、まるでチンピラから逃げ去るいじめられっ子さながら走り去っていった。ヤジ馬の視線が交錯する中心に残された俺は、数秒の後にすぐに我に帰るが、そのままアパートに入るのは罰が悪く、ひとまずもう一回り近所を迂回することにした。ちなみに、その後は無事に自宅に帰れたし、それ以来あの男性とは出くわしてはいない。あの男性が何の目的であんなことをしたのかわからないが、目的がわからないからこそ恐ろしいと思うこともある。こうして、ついていたはずの俺の一日は最悪の締めくくりを迎えたのだ。目は覚めましたか？朝の準備をして、仕事や遊びに取り掛かりましょう。では、またねー。